のテーマは働き方改革を進めて選ばれる企業に、岩手働き方改革推進運動。県内企業は若者や女性の県内就職につなげるためにも、柔軟で多様な働き方の実現など魅力ある職場づくりを進めていく必要があります。県は岩手働き方改革推進運動を展開し、セミナーの開催や優良事例の表彰による普及啓発、魅力ある職場づくりに取り組む企業などへの支援を行っています。岩手働き方改革アワード2022で最優秀賞を受賞した日本ソライトは、設立時から一貫して働き方改革の実践に努めてきた企業です。若い人が地元で働きたいところで働けるような職場を作りたいなと思って始めました。当初からやっているのは、社員一人一人のパフォーマンスの出やすい時間帯に働いてほしいなっていうのがありまして、1ヶ月生産のフレックスタイム制っていうのを導入しています。で、6時間かける勤務日の中で1ヶ月の総労働時間を設定して、今日は12時間働いて明日は休みますという選択ができるような、共有と話し合いで業務が進むような形に設定をしています。あとは情報の共有化がリアルタイムで進むような、場所に関わらず業務ができるような状態を維持しようと思って、クラウドを当初から導入しています。全員集まる未来戦略ミーティングという機会を設けております。そこで経営参画することで、個人の事情と会社の目標が地続きになるような取り組みをしております。そのことによって従業員の満足度やパフォーマンスが上がるように、個人の事情に合わせた働き方ができることで、人材の確保や定着につながればと考えております。誰もが働きやすい職場づくりに向けて、働き方改革を進めていきましょう。岩手万国広報室、次回もご覧ください。